文化財をどんどん登録していくリストがあるんですが、こちらの方に登録しましょうということでですね、国の文化審議会というのがございまして、そちらの方で答申をされます。これが11月24日ですね、今週の金曜日ですかに、この文化審議会が開かれまして、杉谷神社さんの方が文化財登録原簿というものにですね、登録しましょう、リストに登録しましょうということでですね、答申、されるところです。その答申を受けてですね、文化庁の方が官報告示を出して、登録文化財になりますという形流れになりますので、まずはこの答申が24日に出ますということで、今日ですね、記者の方ですね来ていただきまして、現地レクの方をさせていただきます。で、今回ですね、鳥取市内ではですね、3軒の神社さんがなられます。杉谷神社と、鹿野にあります勝見神社と、あとは鳥取の国府にあります宇部神社、こっちの3軒ですねになります。はい、ですね、で、これでですね、鳥取市内のですね登録有形文化財、3つ新たに増えまして、累計が30件になった、ちょうど30件になったということになります。はい、で、杉谷神社につきましては、今日はですね、氏子さん皆さんいらっしゃってですね、よくご存知だと思いますけども、今回ですね、この登録有形文化財になりましたのは、本殿ですね、本殿と、あとは幣殿と拝殿、こちらが1棟でくっついてますから、幣殿および拝殿という名前で、1棟と本殿という形で、この2棟がですね、登録有形文化財になります。特徴としましてはですね、もう本当皆さんよくご存知だと思いますが、大正4年にですね本殿の方が建ちます。1915年ですね。で、拝殿および幣殿はその1年後1916年に建てられたということで、こちらどちらもですね、石谷家住宅、地図帳の国の重要文化財ですね、こちらの副棟梁を務めたですね、掛木源十郎さんが設計されて手掛けた社殿になるということでですね、非常に鳥取としてはですね、息がある神社かなと私としても見てます。で、神社って言ったらですね、よく彫刻がたくさんあったりするようなイメージがあるんですけども、この大正時代になっていくと、私建築の歴史の専門でもあるんですけども、流行りがいろいろありましてですね、江戸時代は彫刻がすごい豊かになっていくんですが、どんどん大正とか明治になっていくと彫刻は減らしていって、より神社らしさというんですかね、木の持ち味を生かしていこうよというような感じのですね、装飾を減らしていくような流れになっていきます。まさにですね、この杉谷神社っていうのはその時代の特徴っていうのをですね、よく表している、大正時代らしいですね、特有の特徴をよく示しているなというのが一つの評価のポイントですね。で、特にですね、今回、掛木さんの方でですね、図面とか使用書、この大正時代にですね建てられた時の図面とか使用書、どういう風に建てますよ、細部はこうですよっていうのはですね、記録されたものがですね、当時のものがそのまま残っているということで、これを建てた時の様子っていうのはですね、よくわかるということでですね、文化庁もこちらはすごいなということで評価を得ているというところですね。ということで、今回はですね、こちら登録有形文化財、杉谷神社2棟がですねなったということで、国の方からはですね、国土のこの景観、歴史的景観ですね、鳥取のこの歴史的景観に寄与している神社ですよということで評価をいただいているところになります。数年前にですね、うちの掛木社長のうちから、この神社の図面と使用書というのが出てきまして、私もヘリテージマネージャーということで文化財結構手掛けてましたんで、これは貴重な資料だと。それで、建物が残っ、文化財として古い建物が残ってるんですけど、100年前のですね図面と使用書といいまして、どんな材料を使ってどんなふうに建てなさいという筆で書いたですね、当時の資料が出てきて、これは施工の面からも建築歴史が紐解ける貴重なものだということで、ぜひ登録文化財に向けて作業を進めたいということで、市役所の岡崎さんとかご相談しましたところ、やってみなさいということでやった結果が競合に至ったわけです。亀井惟則さんの門が入ってますけど、地元の方はご存知でしょうが、関ヶ原のちょっと前ぐらいですかね、亀井惟則さんがここを治めてた時に日光駅を干拓されたんですね。そうするとそこに住んでた、竜神の多少たたりでもあったんですかね、それを鎮めるために亀井惟則が創建した神社がずっと明治大正まで残ってて、大正4年に改築ということで筧傳十郎が名を書いて改築した。本殿が大正4年、平田拝殿は1年後の大正5年になっています。鳥取県東部では主流の建物ですね。一軒というのは柱間が一つ、一軒車流れ造りといいまして、こちらの屋根がですね、こっち流れるように出てますけど、一軒車流れ造りという建て方です。で、円が回ってまして、東部のほとんどの神社はですね、円はここで切れてるんですけど、ぐるっと後ろに回ってます。これ出雲大社と同じなんですね。なんか多少出雲大社の影響を受けていると言われてます。仕様書に書いてあるんですけど、これは全国統一仕様で、神社の柱は八角に作ります。八角で立てて、胴の間の見えるところは丸くしなさいという仕様書に書いてあるんですけど、これは全国統一仕様です。でそういったことをしっかり勉強した筧伝次郎さんが設計しておられる。五拝の柱は几帳面にしなさい。几帳面っていうのはこれなんですけどね、ちょっと近くに来ていただくと分かるんですけど、几帳面な人とか言いますけど、この細かい細工がしてあるのを几帳面っていうんですね。で几帳っていうのは平安時代なんかにお姫さんが座ってるところに布が立てかけてありますけど、布を支える柱が几帳ですね。と同じ仕上げでこういう几帳面にしなさいという表現がしてありましたですね。当時としては新しい材料であるセメントを使うっていうようなことがあって、よく読むとですね、ここがセメントで押さえてあるはずだったんですけど、欠けてしまったかということで、痕跡はほとんどなくなっています。それからもう一つ新しい材料としてコールタールですね。どこに使ったかといいますと、胸が昔はこけらぶきといって、銅板じゃなくてね、こけらぶき、木の板をずっと重ねて貼ったもので、一番高いところに箱胸、木で作った胸があったんですね。それにコールタールを塗って耐久性のあるものにしなさいというような、当時まだ新しい材料を使った設計になっておりました。もう一つの特徴はですね、ここに円板があるんですけど、皆さんのうちにも円側があって、円板がこっち側に貼ってあるんですね。でこっちに切り口がありますから、小口がここに普通は見えるんですけど、それを隠すために円下駄花隠しという材料が入っていて、小口が見えない。でこういった神社は少ないですね。私が知っているのは行徳の聖神社、赤崎の神崎神社、それとこの間、岩井温泉のところに行きましたから、岩井のお湯神社もこういう形式になってました。一つよろしいでしょうか、はい、すみません、最後に、はい、この度泡出田の活気飛行務店の社長の活気っていますけども、この度こういう登録ということになりまして、本当に僕自身も嬉しいなというふうに思ってるんですけども、今朝初めてこの取り組みをしてもらったんですけども、入った瞬間もこちらの村の方がきちんと丁寧に維持されてるなっていうのはすごく分かりました。きれいな苔も生えてるなというのも思いましたし、100年以上前にうちの先祖がこういうのをしたっていう部分で、文化財登録にもこうなった部分もあるかもわかりませんけども、100年以上またこちらの方がこれをこう、毛利されてこられたっていうところが評価されて登録されたんだというふうに思います。うち吉岡温泉近くの長良地の僕今もそこに家があるんですけども、多分これちょっと想像ですけども毎朝ここに通ってたわけじゃないんだろうなとは思うんです。これを建てる時には多分こちらの村の方にいろいろお世話になって、これを建てたんだろうなというふうにすごく、思いますので、またその当時こうまた100年以上超えてまた少しこうご縁もいただけたかなというふうにも思いますので、下で見ましたら日光生姜とかこの地域のすごく盛り上げていこうっていう部分も表示されてましたし、この度この杉谷神社ですのでジンジャーエールとかね、生姜で作れるものですから、そういうのでちょっと村のね少し杉谷神社が役立っているかなと思いますので、どうぞ何かご協力ができることがありましたらしたいと思いますので、これだけいただきたいと思います。ありがとうございました。いろいろありがたいお話を聞いたわけですけども、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。